り増し増し。スターライトナイト変身。で強制フォローが突如発生、完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。重視分外に近づかないようお願いいたします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？重視分外、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。市民の皆様、こちらは現在重視分外における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。フォロー災害の発生により捜査活動に影響が出ております。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーで、どれも極めて危険なマスラオ、犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。いや、俺はニュース記者だ。聞こえるか、このに足取り掴んでからな、こら。そうだ、徹底的に。そんで最後にはだ。記者さん、まだ状況を報告している最中です。どうか。でもあの人はフォローで。仕方
ない。とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれる、ビリー。楽勝、任せとけ。弾かれた。丈夫そうね。あー、もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く。俺の兄弟たちが苦労して。くっ。研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。ああ、本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ？噂よりイカれてるじゃない。ん？強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よ、ビリー。何？頼むから目閉じるなよ。チーズ。目が。やっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて。長官、こちらフクロウ4、正体不明の発光地点に到着しました。関ヶ組を発見。繰り返します、関ヶ組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの？ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？くそ！ちゃんとやめ！虎を制して
狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。お、なに、関ヶ組の〇を発見した？なに、してんだ長官。フォローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。
エーテリアス。鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。ならここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビー・デマラ、なんでも屋、ジャト屋の従業員。ある事故により私は現在強制フォローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティフォローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。いまだにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてホローに入らないように、さもなくば。お前もきっと無事だって信じ。うわあ、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ俺、ビリーだって。昔ある調査員がフォローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。ち
調査員が偽の隊員をフォローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをフォローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはホローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私、その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は？あ、ディナー？そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよ、ビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。払ってまで助っ人を呼んでくれるか？あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。に会えてホッとしたぜ。ええ、私もよ。ほっ。どこかに行って。
ラジャ。俺に任せとけ。個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえようにせめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。集中して。わあ、ボンミスだ、ボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。アンビ、何する気だ？彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は殺す。やっぱりだ。エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す。うまっちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ。エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。うわあ！助け！消えろ！ダメだ！うわあ！コアが現れた！まずい！もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ！そうだ、アンビ、構えろ。え、
腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。アンビー交代だ。よくクロスファイア。ターゲットを排除する。それでは有志分外の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によればこれは治安局によるものです。違法暴力団赤賀組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力を借りたとのことです。ですがこの情報が入ってきた時点では赤賀組の首領は逮捕されておらず、フォローに落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は住所分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道は。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ。ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ？
お兄ちゃん、確認してきたよ。店の外に不審者はいないみたい。安心して、あとはつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで十四分街から抜け出したのは私一人よ。それならいいんだけど。もう分かってるわよ、市政選挙が近いから最近は特にピリついてるんでしょ。プロ騎士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし、それに分かっているならいいんだ。それはさておき、ニコ、何か用かい？あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。それでビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。ホロー調査協会に救援を申請したら？私、今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーをやったってバレたら大変なことになる。それに、あの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくね、その方がよっぽど憎らしいじゃん。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをホローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払うから。ニコ、もう何ヶ月も経つのに君はずっとツケを返してくれていないね。どれだけ利子が膨らんでいるか考えたことは？はいはい、ジャトヤが受けた依頼の報酬からあんたたちにも一部分けてあげるわよ。これでいいでしょ。そうこなくっちゃ。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるから。何か聞こえたような。気のせいよ。無理しないの、ニコ。一旦ここで休んでてよ。あんたには仕事の下準備として、後でイアスをホローの近くまで連れてってもらうんだから。もう、あんたのボンプ分身ね、任せて。お兄ちゃん、先にニコの傷の手当てをしてくれない？フォローへの潜入に向けて私が代わりに HDD システムを調整しとくから。じゃあ仕事を始めるか。
ニコ、ピアスお願いね。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。なら、始めるよ。上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。二人は休んでて、見張りは僕がするから。ありがとう、プロキシ先生。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトーン、相変わらず頼もしいな。もっと褒めてくれたら値引きしてあげようかな。本当？アンビ、今のはただの社交辞令だと思うぞ。お金の話といえばニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか高額で有名なパエトーンを探してくるなんて。
黒騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ？治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ？もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。一緒に働くたびに二人の漫才が聞けて楽しいよ。だからずっとニコの付け払いを許してくれたの。いまいち素直に喜べねえな。そんなことよりエーテリアスが寄ってくる前に移動しようぜ。最寄りの出口を見つけたよ。右のルートを行って、お兄ちゃん。店長、ガイドは任せたぜ。エリアを測定するから待っててね。よかった。危険なエーテリアスはいないみたいだよ。このまま出口まで進んで。フォローの観測データだよ。大量大量。道案内は頼んだぜ。
は他にもいるよ。気を引き締めよう。アイシできたわ。どうする？戦うか？大丈夫、私についてきて。この軌道の敷設装置使わせてもらおう。これで軌道に沿って一気に移動できるよ。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。ビリーの例えだよ、例え。それより戦闘に集中しようぜ。店長、次はどの方向に行けばいいんだ？このまま進む。了解、このまま進むぜ。え、待てよ、このまま進むだと？けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、お兄ちゃんの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。リ
リン、心臓に悪いから急に僕のチャンネルで話さないでくれるかな。ごめんごめん。でもお兄ちゃんは今ポンプに意識を宿してるでしょ。こういう風にしか連絡できないじゃん。ビリー、アンビー、聞こえてる？とにかくお兄ちゃんがさっき言った進路は間違ってないよ。知っての通り、フォローの中は秩序のない混沌。つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。あとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。私たちを信じて。お兄ちゃん、もう感覚同期を解除してもいいよ。それじゃ店で落ち合おう。グッドラック。静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃビビ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら二人とも乗って。ニコの親分。はね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎないか。まさかまた信号を無視したのか。そんなことないわよ。普通の青信号とR値255の青を通過しただけだから。それから来る途中に確認したけど、尾行はされてなかったわよ。アンビー、R値255の青ってなんだ。あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだから、そろそろツケを払ってもらえる？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。安心してニコ、ただの冗談だよ。ちゃんと覚えているさ。もうパエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、
撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ？ここまで体を張る価値があんのかよ。早速答え合わせをしましょう。これを見て。これは一見ただの精巧なペンダントだけど、実際はメモリディスクだね。ええ、これは小型のメモリディスク、シルバーヘッドの所有物よ。重視分解から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いてるんだよね。けど内部のデータを取り出すだけでいいなら。お兄ちゃん、私インターネットの演算パワーを拝借して復元してみるね。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、部長。ではまた。いつでも出撃可能よ。何かよ、私は高くつくわよ。いざ降臨。
いらっしゃい。アキラお兄ちゃん、いいとこに。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。うん、どうかしたのかい。言った通りに伝えろって言われたからそうするね。うん、とっておきのおもちゃが手に入る新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。なかなかどうにいったおじさんっぷりだ。待って、まだ続きがあるんだから。ゴホンゴホン。新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。解決に手を貸してくれ。詳細は後で送るぞ。以上、社長が言った通りにちゃんと伝えたから。なるほど、裏でやっている温度器ビジネスの件か。大方仕入れた商品がホローに巻き込まれたんだろう。確かに僕の出番だ。スージーにはよくわからないけど、温度器って確か君たちが集めてるおもちゃのことだよね。社長がね、急なお願いだからいつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。待った、この質感、社長さんの仕入れたとっておきというのはまさか第4世代型シンクロトランスミッションを搭載した最新の温動機ね。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると、武装の基本スペックが平均で 44.21% 向上。このモデルを装備した戦闘員は少なくとも生存率が 30% 以上向上するそうよ。アンビ、どうしてここにいるんだい。し、スージーの前でその話は控えるんだ。ここでバイトしているけれど、温度器が戦闘用だとは知らないからね。超音波？武装のスペックって？いや、ゲームの話さ、気にしないでくれ。スージーはあまり興味がないかもしれないけれど、実は温度器でテーブルゲームが遊べるんだ。種類ごとにスペックが違うという設定で。それってこう、ビリヤード的な？ほら、温度器って丸っこいし。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な通と見た。おもちゃも君たちのような人間に使われてこそ本能。仕入れがうまくいったら買いに来るといい。特別に改造サービスもしてやろう。わあ、社長が直々に改造してくれるって、これすごいことなんだから。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。買いたいのは山々だけど、
ジャトヤ全員の口座残高を足しても最新モデルには手が届かないから。それならこれは貸しだ。社長さんが一つくれるらしくてね。僕が持っていても意味がないし、アンビーがもらってくれないかい？本当にいいの？それがあれば上級エーテルゲーマーとの対戦もはかどるわ。おお、他の音頭器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。ちょっと待っててね。お待たせ、サンプルの改造が終わったよ。このフォルム、とても気に入ったわ。色も形もアンビーにすごく似合っている。君ならきっと有効活用してくれると信じているよ。ありがとう、プロキシ先生。それと社長さん、大事にするわ。準備完了。
いつでも出撃可能よ。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。
準備完了。準備完了。いつでも出撃可能よ。じゃとやに銃が2丁なら準備完了。何かよ。いざ。いつでもじゃと銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。